ですけど、日本保守党 の、 そのどういうところを支持しているかっていうのを聞きたいんですけども、どうでしょうか。ですね、まあ、もう既存の政党がもうあまりにもどうしようもない状況になっていて、はい、じゃあだからといって対応する野党に受け皿があったら、野党も同じようなね、で、まあ、そういう昔政権交代があったし、皆さん期待したんですよ、はい、ところが悪いけど菅直人さんとか羽根の汗が言って、もう自民党支持者はもう二度と野党にって言ったんだけど、今度渡す野党がないんでね、いやもうこれがもう本当にどうしようもないあれっていう、そういうことで支持してます。今まで自民党が支持してた、まあ、基本的には僕は自民党、前は民社党、遠い昔ですけどね、まあうちの選挙区には立憲でもなんだっけ、元気のいいなんだっけ彼もいいよね、いい、立憲だったっけ、あ、なんとかなんとかって宣伝して回る、うん、ね、それも言ってる、まあ、石原なんとかの対抗馬で出てる、対抗馬で出てる、まあ、それは個人的に、ね、いいかなと思って、うん、党とは関係なく、ね、応援したりして、うん、本当にね、うん、今、まあ、政治だけじゃなくて経済、失礼、教育、あらゆるところで、ね、はい、日本が腐りつつある、ね、本当状況なんで、これだから残念ながら日本で平和に暮らしている分にはそういうあれはあんまり意識しなくていいんだけど、本当に一歩外に出たらとんでもないことになるんだということをね、ちょっと考えてほしいかなっていうあれもありますけどね。同じです。今まではその自民党支持、そうです、そうです。どういうところがもう自民党ダメだなっていう、今の政治を見てたらもう全く信頼できませんから、はい、なんていうのかな、やっぱしおごりがあると思うかね、本当にね、やっぱり国会議員の何しろ自分たちが要するに選挙民の負託を得てるって、ね、そういうあれがあって、もう彼はそんなこと知ったことじゃないって、ね、とんでもない、ね、あれが多いんで、本当彼女みたいにね、奨学金を見たからやっぱり公に返すべきで、いや僕は1年間だけでちょっと大学で奨学金を受けてるんだけど、はい、まあ、そういう意味で言うと全くね同じ気持ちですよ、本当に、なんか本も、もう1冊持ってきました、1冊ずつしかサインダメだって言われたので、1人ずつ1冊ずつ持ってきました、はい、どういう本を、ああこの飯山さんの、はい、あ、それとこれです。なかなか売ってないんですよね、売ってないんですよね、はい、保守党の支持してる理由っていうのはちょっとしてよろしいでしょうか。支持している理由というのはですね、政策ですね、日本保守党の政策が、私群馬県の出身なんですけれども、やはり群馬県も外国人がたくさん入ってきて、私も仕事上その外国人の方と関わることが多いんですけれども、やはりこれ以上、まあ、岸田政権の移民政策で外国人が増えるということにとても危機感を覚えてまして、で本日は飯山先生のお話を伺いたいと思って東京までやってきました、はい、これまで自民党支持、自民党というか支持する政党がなくてですね、で以前は自民党だったんですけれども、何か違うなっていうふうに感じていて、最近は参政党さんがどうかなと思っているんですけれども、やはりちょっとそこも違うのかなと思って、日本保守党を支持してます、はい、その参政党ちょっと違うっていうのはどういうところを、やっぱり最近ですと武田先生がいろいろ朝八とかにも出られてお話しされてるんですけれども、まあ組織の中ですよね、私たちには見えない組織の中がどうなってるのかなっていうところをちょっと疑問を抱いてまして、日本保守党はその点組織の中もしっかりされてるなというふうに感じているので支持させていただいてます、はい、日本保守党のここが支持してるところって何か政策とかありますか。政策ですか、やっぱり移民ですね、あと再エネの関係ですね、あと、まあ、減税とか、あとこう日本っていう国を、まあ、誇りに思うっていうところを支持してます、はい、日本保守党のどういうところを支持して、ああそうですね、日本がすごくやっぱり大好きなので誇りを持って日本が日本らしく強くしていくっていうところですね、豊かに。今もうなんか経済もひどい状態なので希望を持ってます。日本保守党しか今ないかなって思って党員さん、党員です。あ、党員さん、はい、あ、党員です。それまではあれですか、自民党を支持して特
に支持とはなかったんですけど、まあ、比較的保守って言ったら自民党、日本を守ってくれると思ってたんですけど、全然安倍さん亡くなってからもうひどい状態なので、どうなるんだろうって恐怖しかなくって、そこにあの日本保守党さんっていうのを百田さんが立ち上げたので、もう絶対いいなって思って、もうすぐ党員になったっていうか、そうですね、はい、主人は慎重でしたけど、あのいろいろ調べてやっぱりここしかないよねって、主人も党員になりました。あ、そうなんですね。日本保守党にその、はい、これを期待することっていうのはどういう、あ、期待することは、そうやってあのいろんな日本のこう経済もそうですし、あのおかしなLGBT とかもそうですし、いろんなおかしいこと、移民のこととか、いっぱい変なことをちゃんとおかしいって思える政党だと思うので、それを直していってもらえるっていうことが、はい、日本保守党のどういうところを支持してますか。そうですね、なんか決闘した時のきっかけ、その LGBT 法が無理やり制定され、法律が通っちゃったっていう、その法律の良し悪しよりもそのプロセスに自分はすごい疑問があって、でそこをやっぱりきちんと追求しよう、まあ法律自体も問題あると思うんですけど、そこにメスを入れようっていうような考えを持っているところはすごい僕いいなと思って、熱烈支持ってわけじゃないんですけど、なんかに対抗する政党としてこうそってほしいなと、今のこの姿だったらこううまく育っていけば、それこそ与党になんかなれるようなポテンシャルのあるその政党なのかなと思って、まあちょっと追っかける。それまではあれですか、自民党を入れてたとか。いや、今までは選挙のスタンスとしては絶対に当選させたくない人の対抗馬に入れるっていうようなスタンスでやってたので、うん、立憲とかはまあ正直論外なんで、あの辺りは当然あの選択肢として外した上で、この人に当選させたくないから誰がこうボーダーにいるかなみたいなのを見極めて、まあ、自民に入れたりみたいな、そんな感じです。規定の5年で30代です。30代、はい、あって若いですね。最後ですけど、日本を一人これ期待することって何かありますか。まずは一人国会議員を出していただいて、そこにはその国民民主とかも、まあ、結構まともなことを言ってるんじゃないかなと思ってるので、まあ、そういう政党が、まあ、乗っかってきてくれつく必要はないと思うんですけど、まあ、一緒になってその自民党をじわじわプレッシャーかけていってほしいなとは思ってます。日本保守党 そのどういうところを支持しているかっていうのをお聞きしてるんですけど、はい、どういうところを支持してますか。まず何よりも日本を第一に考えているところ、はい、日本国民のため日本のためにっていうのを一番に掲げているところです、ね。はい、もう今の自民党にはそれが感じられないので、はい、私はそれを一番求めてます。例えば日本保守党 それどういう政策がもう特にいいなっていうのは、まず LGBT 法、うん、あれが通ってしまったことに、反対してますよね。それとか、あとその日本を豊かに強く、日本の製造業をもっと復活させたいとか、そういうところですかね。あとは皇室のこともそうですね。あと高等維持、男系をきちんと守っていこうと、そこを力強く発信してるのはやっぱり今のところ日本保守党しかないと思ってます。今までは自民党支持でした。そうですね、今までずっと自民党支持してました私は。特に安倍さんを応援してたので、うん、安倍さん亡くなられて本当に残念で、でもそのことに対して自民党があまりにもこうなかったかのように、うん、全然こうもっと追及されていいと思うんですけども、うん、何もないですよね今、うん、そのことに対してもすごく憤りを感じています。じゃあもう日本保守党がもう決闘されたからもう、はい、もう自民党はもうダメだと思って、はい、もう人を知り、すぐ党員になりました。党員さんですか。はい、党員さん、はい、よろしければ年ご年齢とか、はい、あ40代です。40代です、はい、とか後ろに隠れてる娘さん娘さん顔映さないので、ね、娘さんをいくつ、中心中に、あ中心、そうなんですね。日本を人を知りされてる、はい、よろしければどういうところ演説が他の政党より明
きだったに分かりやすくて具体的で、はい、どういうことをしたいのかっていうのが明確に分かってるところ、はい、あと理念もしっかりしてて、はい、自分の考えに沿ってる、いや、ご立派な意見。いや、そうですね。私中2だったらもう何も言えなかったですよ。本保守党のどういうところを支援してるかっていうのを知るんですけど、どうでしょうか。一言で言って、本当にこういう政党をずっと待ってたっていう一言につきますね。日本と日本国民を真ん中に置いた、そういう主張してくださる政党って なかったかなと思うんですけど、保守党を知って政党待ってたっていうことで応援してます。それまでは自民党を応援してた。いや、無党派。そうです。あ、無党派か。恥ずかしながらちょっと政治にも社会問題に もうあんまり関心ないみたいな、ちょっとそうですね。最近まであれですか、はい、その興味なかったけど日本民主党ができてもう興味を持ち始めた。あ、そうですね。で、他の政党のこともちょっとなんかこう演説聞いたりとか、知るようになったよっていうような感じですね。そうですね。朝八とかそういうのを見て。あ、そうです、そうです。はい。で、日本ってこんなことになってるんだ、やばいなっていうような問題意識もやっぱり高まったっていうようなことですね。